小林製薬が行政に報告するまで最初の症例の連絡があってから2ヶ月余り経っていたことについて、会社がもっと早く開示していれば早期に調査を進めることができたなどと指摘しました。さらに、健康被害の原因の特定が最も重要だとした上で、会社として対応が遅れた経緯などの問題点を明らかにすべきと述べました。